非常に強い台風10号は午前11時現在、奄美大島の東をゆっくりと進んでいます。また日本海を南下する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。明日朝までに予想される24時間雨量は、多いところで加賀で40ミリ、能登で60ミリ、明後日までの24時間では加賀で60ミリ、能登で80ミリとなっています。こうした中、白山市の梨農園では台風に備え収穫作業が前倒しして行われていました。県内は今日夜の初め頃から明日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意警戒が必要です。